加工行きます。なに？トニー、どういうつもりなんだ？すげえ単純な思いつきです。イクラ向こうの車が速いってだったの。空飛ぶわけじゃない。向こうが曲がれるコーナーなら、同じスピードでこっちも曲がれるはずじゃない。理屈はそうだけど、そんなむちゃくちゃな。俺別に怪しいもんじゃないから、車どうしたのかなと思って。ある日、街道沿いで故障していた女の子の車を直すことになった池谷。シャイな池谷は猛烈に照れながらも見事車の異常を解決する。私、佐藤真子、電話してね。思っても見なかった展開に舞い上がる池谷。デートも順調に終わり、ケンジたちと合流して帰ろうとするが、危なかったね、マコ。全くどこのバカよ。道路塞いで横っ腹見せてんじゃないわよ。帰りに寄った薄い峠でドリフトに失敗してしまう。事故にはならなかったが。ちょっと S13 のお兄さん、早くどいてくれないと他の車がどんどん来て危ないよ。すいません、今どきますから。そう、マコは薄い峠最速の二人組、インパクトブルーの一人だったのだ。謝るマコだったが、池谷はショックを隠せない。今年の夏を最後に走り屋やめます。最後の思い出に秋名の86と薄い峠でバトルさせてください。それが私の望みなんです。惨めな気持ちでマコに言われるまま巧みにバトルを頼む池谷。ケンジはそんな池谷を叱り、バトルの中止を持ち出すが。ケンジ先輩、俺戻る気ないっすよ。俺はただ初めて走る峠を思い切り攻めてみたいだけだから。かくして巧みにとって初めてのビジターバトルが始まる。バトルのやり方だけど、先行後追いバトルでいきましょう。私らは地元だから、ポジションの選択権はそっちにあげるよ。決めて。後追いでいきます。なに？トニー、どういうつもりなんだ？すげえ単純な思いつきです。イクラ向こうの車が速いってだったら、空飛ぶわけじゃない。向こうが曲がれるコーナーなら、同じスピードでこっちも曲がれるはずじゃない。そうだけど、そんなむちゃくちゃな。そろそろいいかしら。始めるわよ。1個目のコーナー立ち上がったところから全体走行に確認するから、それがバトルの合図。さあ行くよ、マコ。 OK、 最高。今までで最高の走りを見せてやるわ。今までで最高の走りを見せてやるわ。
こまでついてこれるかしら。
流じゃん、あいつ。思い出せたよ。走り始めたばっかりの頃のあのワクワクする感じ。夢中で夜が明けるまで走り続けたあの頃と同じすごくピュアな気持ち。俺ただ負けないように必死で食いついてただけだから、別に勝ったと思ってないですけど。そんなに謙遜しなくてもいいよ。あれだけすごいテクニック持ってるんだから勝ち誇ってもいいわよ。こっちはとにかく走り込んでるからね。絶対の自信持ってたんだ。その若さでよくな、あんだけ上手くなれたもんだわ。本当かよ、それ。そうに決まってんじゃん。あの後何かあって、池谷先輩振られたんだろうな。池谷先輩のあの激しい落ち込み方見てれば、俺の読みに間違いないと思うよ。今年の夏は、インパクトある夏だったよな。匠は彗星のごとく走り屋の世界にデビューしちまうし。やめてくれよ、そういうの。5つだよ、5つ。お前がこの夏クリアしたバトルの数だよ。藤原匠の不敗神話が始まった夏ってわけだ。勝ち続けてくれよな、匠。藤原匠っている？レッドサンズの中村ってもんだけど、バトルの申し込みに来たんだ。赤城から来たレッドサンズの中村健太。雨のバトルを得意とする圭介の弟分である。圭介や凌介に憧れる健太は、高橋兄弟が明菜の86に負けたことを認めてはいなかった。明菜以外の峠で雨のバトルなら自分でも勝てる。健太はそのチャンスをひたすら待っていた。そんな中、高橋凌介が再び動きます。秋田の86に負けて以来ストップしていた交流戦の再開として、妙義ナイトキッズに挑戦したの。 FD 対 GTR のヒルクライムバトルは熾烈を極めた末に決着したが、ゴール直前で踏み出した雨によってダウンヒルは中止となった。だが、アキナの86が来てるって言いましたよね。やらせてください、凌介さん。俺と藤原匠のレインバトル。やっと会えたぜ、中村健太だ。このバトル受けてもらいたいぜ。俺と？だってこれはナイトキッズとレッドサンズの交流戦なんだろ。そんなとこに俺が出しゃばるわけにはいかないよ。その件に関してはナイトキッズも納得していることなんだ。そうだろ、中田と。別に構わないぜ、この姉たち。下りスペシャリストの慎吾がこのありさまじゃな。ここから先のことはうちのチームとは関係ない。そっちの好きなようにしてくれ。俺は雨の走りには自信があるんだ。ひょっとしてお前雨でビビってんじゃねえのか。やるよ。そう来なくちゃな。俺の S14 はターボなしだから、パワーでもそれほどのでかい差もない。雨の下りとなりゃ純粋に技術と技術のバトルができるぜ。
らってちぎれるんだ。絶対に追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやるぜ。助けて。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーが消してみせるぜ。の8号を1台の車が軽々と抜き去った。ランサーエボリューション4、通称ランエボ4である。秋名湖でランエボのドライバー岩木誠二と須藤恭一に出くわす五木と匠。ひょっとして秋名に来た目的は秋名の86に挑戦するためじゃ。おいおい、冗談は顔だけにしておいてくれよ、レヴィンの少年。挑戦はねえだろ。もしあの86にあったら一言説教してやりたいかな。もっといい車に乗り換えろってさ。86なんかに乗ってるやつはアウトオブガンチュー。頼まれたってバトルなんかしねえよ。悠々と帰っていく政治の態度に腹を立てる一木と、対照的にあまり気にかけない匠だが、須藤恭一率いるランエボ軍団エンペラーは群馬エリアの走り屋を総なめにしていった。約束通りそっちのステッカーを1枚もらおうか。なんてことしやがる、てめえら。俺のエボ4のリアウィングを半分に切り裂いた
群馬エリアのチームのステッカーで埋め尽くしてやるぜ。そしてついにアキナにまでエンペラーが侵攻してきた。最新の装備で武装されたランエボに86は勝機を見出せるのか。俺がチームリーダーの須藤だ。アキナの86と下りでやらせてもらいたい。そっちからの要求はどんなことでも飲む。その代わり勝てなかった場合はチームのステッカーをもらう。なんか自信満々だな、あいつ。匠の実力を知った上で、あの余裕ってわけかよ。頼んだぜ、トップバッター。これはタイムトライアルじゃなくバトルだからな。エンジンのパワーが低い方が好きなタイミングでスタートできる。それが馬力のハンデってこと。いつでも好きなタイミングで出な。気を抜くな、聖人。シミュレーション3で行け。本気か、京日。86相手にシミュレーション3？ 敵地でのバトルで勝つために京日が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強いと聞かれて使うのはシミュレーション3だ。なぜシミュレーション3なんだ。俺にはわかんねえぜ。
い八六がなんで食いついてくるんだ。どんなテクニックなのかさっぱり俺には分からなくて。当然だ。バックミラーを覗くだけで何が分かるもんか。後ろについて走っていればもっといろんなことが分かるんだ。シミュレーション3で行けと言ったのはそのためだ。色裸の猿じゃねえんだからきっと頭使いよ。これでエンペラーの群馬エリア全焼はなくなったわけだ。いくら悔やんでもいっぱいが消えるわけじゃないからね。気を取り直して次は赤城。赤城さん決戦が終わるまでは誰もアキナの86のことは口にするな。一番頭にきてるのはこの俺なんだから。学校からの帰り、匠と夏希は二つ上の先輩塚本に声をかけられる。誘われるまま赤城へ行くことになった二人。二人とも静かになったな。走り屋のテクニックの凄さにビビってるな。怖え。俺にとっちゃ拷問だよ。酔いを覚ますため夏希が外を出歩いていると、やばい、立ちくらみ。時計を車にぶつけてしまったことで文句を言われた夏希はますます気分を悪くしていく。具合どうだ。そろそろ帰んないと。
カモト先輩なんて目じゃないよ。お前一体何者なんだ。死にたくねえ。匠の元に何度もかかってくる謎の電話。電話の相手は夏希が中年の男と付き合っていると忠告する。疑惑の膨らむ中、エンペラーのリーダー須藤恭一が匠に赤城でバトルしろと挑発してくる。いい腕をしているが、この時代に86乗ってても先がないと俺は言ったはずだ。その言葉の真意を教えてやるぜ。俺とバトルすれば今まで気がつかなかったことが見えてくるはずだ。だが赤城は今レッドサンズ対エンペラーの交流戦を控えて盛り上がっている。そこに出しゃばる気は匠にもなかった。だが女の声で夏希が前橋インター近くで黒の外車に乗っているとの電話が入る。一体何なんだよ。誰か茂木のことを恨んでるような女がいるのかな。ふざけやがって。そこまで言うなら言ってやるよ。駐車場から一台出てくる。まさか。何かあるな。今夜は妙な胸騒ぎがするぜ。
よく来たな。歓迎するぜ。約束通り俺が相手をさせてもらう。わざわざ出向いてきてくれたことへの礼儀は尽くすぜ。八六での手加減はしない。全力で行くことが俺にの礼儀だ。この前の時とムードが違う。目の座り方が別人のようだぜ。信じられないぜ。これだけ不利な条件が揃ってる中で自分から取り組んだからな。あいつの精神構造が理解できない。ひょっとするとあいつはいつかとんでもなくビッグになるやつかもしれねえな。そっちが先行しろ。1コーナーが立ち上がった頃からアタックする。はじめに言っておくが、俺はこれはバトルだとは思っている。楽しく走るための車と速く走るための車は何が違うのか、お前に教えてやる。これはセミナyou
の世界ならエンジンブローは負けなんだがな。はじめに言った通り、俺はバトルしたつもりはないからな。現実ってもんがよく分かっただろう。その車はもう寿命だぜ。完全にエンジンが終わってるだろう。いい機会だから86はもう潰したらどうだ。俺と競い合えるだけの車に乗り換えるまで勝負は預けておいてやるぜ。会社の彼氏と仲良くやれよ。俺に構うな。京一とのバトルで大破した86のエンジンを破棄し、新しく別のエンジンを乗せる文太。リニューアルされ再び走れるようになった86。だが新しい86との第一歩は決して順風満帆とは言えなかった。今までと違う86の挙動に戸惑う匠。動きだけでなくパワーが落ちたという匠の言葉に耳を疑う店長や池田。文太の入手したエンジンの正体がつかめず、匠は悪戦苦闘する。時を同じくして埼玉から86レビンに乗った兄弟が群馬にやってきた。目的の一つは妹の秋山和美が親戚の旅館の手伝いをするため。もう一つの目的は埼玉で敵なしになってしまった兄秋山渉の新たなライバルを探すためだった。レッドサンズの圭介から自分と同じ凄腕の86の噂を聞いた渉は、妹の和美と友達になった樹にそのことを尋ねる。下りで負けたことがない車だって言われてるらしいんだ。噂ぐらいは聞いてるんじゃないかと思ってさ。その車なら多分俺の知り合いのことだと思いますけど。渡ると会った匠は新しいエンジンを見てもらう。しかしボンネットを開けた渡るの顔色が変わる。冗談はやめてくれよ。このエンジンが遅いわけねえだろ。どういう意味なのか教えてもらいたいな。こいつは本格的なレース用のエンジンだ。外見は同じでも市販されているエンジンとは全く別物だろう。どんなエンジン乗せてたっていいけど、速いなら速いと素直に言えばいいじゃねえかよ。和美にはたかれ帰っていく渡る。残された匠は五木と和美を置いてその場を離れる。帰り道秋名で再び渡ると会う匠。果たして渡るは新エンジンの正体を知っているのか。なぜ止まった。そのまま素通りしていけば別に追っかけようとは思ってなかったぜ。だけど止まられたんじゃさっきの続きがやりたくなっちまうぜ。俺は別にあんたなんかに関心ないけど、嘘つき呼ばわりされたままじゃ気分悪いし、この車に乗ってるエンジンが本当にすごいかどうかはっきりさせたい。確かに普通のエンジンじゃないことだけはなんとなくわかる。もしあんたの言うことが正しくてこれが本当にいいエンジンだとしたら、なぜパワーが出てないのか知りたいんだ。本当に俺には何もわからないんだ。真面目に言ってんのかよ。そんなこと大体車の持ち主がわかんねえってのはどういうわけだよ。どこから手に入れたんだよこんなお宝。もう一度開けてみますよ。もっといい方法がある。俺を隣に乗せて走ってみてくれ。そうするのが一番手っ取り早い。ただし全開だぜ。手を抜かれちゃ意味ねえからな。自分の体で感じてみたいんだ。見せてもらうぜ。群馬エリアで負けなしと言われた実力の片鱗をな。妙なフィーリングだ。シフトすると加速がもたつく。
ンとくるターボのフィーリングに比べるまでもなく、cause
カバカしいほど基本的なことだ。そのタコメーターじゃダメなんだ。全然上が足りねえんだ。もっと回してやらなきゃダメなんだ。俺の見込み違いでなければこのエンジンは1万回転オーバーまで楽にぶん回るはずだ。この車を仕上げた人間は恐ろしく車を熟知した人間だ。足回りもブレーキもバランスよく強化されていて、ボディもしっかりしている。それなのになぜメーター類だけが取り付けられてないのか。考えられる答えは一つだ。何らかの理由があって意図的にパワーを封印してあるのさ。今まで俺は86乗りに仲間意識を持つことはあっても敵意を持ったことはなかった。だがお前には絶対負けたくないと俺は今思っている。いくら車を運転する技術がすごくてお前には走り屋として大事なものがぽっかりと欠けているぜ。お前にだけは絶対負けられない。渡るの言葉にショックを受け、ますます混乱していく匠。そんなことなど構わず一方的にバトルを申し込む渡る。渡ると戦うにはエンジンの真の性能を引き出さなくてはならない。メカに詳しくない匠は池谷や店長に協力してもらい、1万回転オーバーのタコメーターを取り付ける。だがそれだけではまだ足りない。使える上限の回転数を知っておかなければ前回のバトルはできないのだ。俺さ、今夜この車でバトルする。タコメーターつけた。どこまで回転を上げていいの？こちら1万1000回転までピッチリ回せ。文太から回転数を聞き出した匠はバトルの舞台埼玉へと向かう。今のうちに断っておくけどな、これから向かう道路はひどく狭い上に嫌になるほどトリッキーだ。1本目は俺が先行で引っ張ることにする。その後はポジションを入れ替えながら互いの気が済むまで徹底的にやろうぜ。時間無制限のデスマッチだ。俺はタフだ。このルールで3回ゲロ吐いてそれでも勝ったことがあるから。それじゃあ行こうか。目的地に着いたらハザードを点滅させて全開に突入するぞ。車潰すんじゃねえぞ。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。確実に煽られてる。踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。やってくれるぜ、ソープラクター。相手にとって不足はないよな。嬉しくなってくれよ。うまいぜ、つくづく荷重移動のうまいやつだ。一番かっこいいんだ。いけてるぜお前。グッバイエリア襲
恐るべし。しびれまくるぜ。世の中にはすげえ奴がいる。うまいぜ。つくづく荷重移動のうまい奴だ。うまいぜ。つくづく荷重移動のうまいやつだ。倍化しやがる。ウッパーエリア恐るべし。しびれまくるぜ。世の中にはすげえ奴がいる。うまいぜ。つくづく荷重移動のうまい奴だ。
地元のメンツにかけてもタフなバトルになるぜ。こいつはトゲで速いやつが一番かっこいいんだ。抜けてるぜお前。
遅かったな。眠れない。眠れない。会社の彼氏と仲良くやれよ。俺に構うな。どうして匠くんが知ってるの？どこかで偶然見られた？こんなことってあり？よりによって匠くんに知られちゃうなんて。何にも悪いことしたつもりないよ。夢なら覚めてよ。県外遠征？ああ、お前の技術が欲しいということさ。高橋涼介に以前から計画していたという県外遠征の話を持ちかけられる匠。自分の力に限界を感じていた匠は涼介の指摘に心を動かされる。早くなるためには知識が必要だと自分でも気がつき始めているんじゃないか。今すぐ返事をしてくるとは言わないから考えてみてくれないか。県外遠征の話にはまだ返事を出せない匠だったが、凌介に一つだけ聞いておきたいことがあった。新しくなった八六で須藤恭一と決着をつけるためにエンペラーの地元がどこなのか知りたかったのだ。教えてやれよ。恭一のホームコースはいろは坂だ。向こうでやるなら半端じゃなく手強い相手だぜ。考えた末、いろは坂に行くことを決意する匠。パワーアップした八六の走りは一度は敗北した須藤恭一のエボスリーにどこまで通用するのか。音が違う。なんだこの車。こんなにすんなり会えるとは思ってなかった。俺が来ることを分かってたんですか？分かっていたというわけじゃない。来るかもしれないという情報はあったんだ。八六を修理したから。俺が赤城で言ったことを覚えてるか？俺と競り合えるだけのいい車に乗り換えるまで勝負を預けておくと。そう言ったはずだけど。それなら覚えてる。俺にとってはこいつがいい車なんです。この車は前の車とは違います。ダメですか？よし、いいだろう。俺にとってもやり残したバトンだ。ここでケリをつけて。恭一がバトルと言った。この前はあえてバトルとは言わなかったのにな。考えすぎだ。言葉の変化に大した意味はないのか。ここの下りはすごいぞ。これほどダイナミックな急坂下りは他では見たことがない。関東エリア一番のダウンヒルステージだと俺は思ってる。生半可なマシンに通用しないぞ。お前が先行で俺が後を追う。ゴール地点まで俺に抜かせずに逃げ切れればお前の勝ちだ。抜けば俺の勝ち。それでいいな。始めるぞ。公開点
本物のパワーが必要なんだ。須藤恭一流勝利への方程式、ジルカートの期待でまとめてみて。お前のレコードラインは完璧だぜ。お前さ、匠、将来は豆腐屋継ぐのか？あんまり考えたことねえな。まさかお前卒業したら東京行っちゃうんじゃねえだろうな。行かねえよ、東京なんて。東京住みにくそうだし。
それ聞いて安心したよ。匠がいなくなるんじゃ俺も考え直さなきゃいけねえからな。お前主体性ないよ。匠くんと話せなくなってどれぐらい経つのかな。どうしてかな、こんなに辛いの。お前さ、俺ん家に変な電話よこしたことあるだろ。謎の電話をかけてきたのが夏樹の友達白石だと感づいた匠は白石を屋上へ呼び出す。夏樹の付き合っていた相手が白石の父親だったことを知る匠。口も聞いてないからな、あいつと。俺にはもう関係ないしな。その男は突然やってきた。お前がアキラの86か。若いな。意外だぜ。男の名は古賀島海。最近ストリートにデビューしたいろは坂のダウンヒルスペシャリストだ。文太のライバルだったという走り屋古賀島健の息子である。子供の頃から父親にカートを教わり、オートバイで毎日のようにいろは坂を往復していた負けなしのダウンヒラー。ついに文太に勝てなかったという古賀島健は、息子同士のバトルでリベンジするため、海に勝利するための秘策を教える。いいのか、親父の車がどうなっても知らねえぞ。かくして親子2代にわたる走り屋対決の幕が上がろうとしていた。よく来たな。コースの下見はしなくていいのか。もうやってきた。早めに着いたから一回りしてきた。そうか、なら早速始めるか。スタンドであったのははっきりわからなかったが、今は感じる。こいつは早い。痺れてきたぜ。やる気はねえな。ダグミ、作戦何か。おやじさん何か言ってなかった。順風寛風なんですよ。親父はアスファルトのベリと地面との境目についてるバースを使えって言ったんですが、がむしゃらに行くだけですよ。
波坂をまるで縫うように駆け抜けた。早いぜ。
ピンの速いミッドシップでああなったら俺の腕でも立て直せなかった。これは親父の車だからできれば無事に返したかったんだ。俺も親父の車で走ってるんですよ。前に一度その車にアキナですれ違ったことがある。俺その時瞬間的に思った。これは叶わない相手かもしれねえなって。それぐらい強烈な印象だった。結果的に俺は負けたわけだから、その時感じた予感は正しかった。地元で負けたのはショックだけど、いい体験させてもらったぞ。すごいよ、お前とお前の親父は。またどっかでやろうぜ。腕磨いたけど。後で会ってお願い、たくみくん。相変わらず無視を続けていたが、次第に心を開いていく匠。高校生でいられるのも残り少ないから、このままで終わっちゃうのは嫌なの。最後まで諦めない。絶対匠くんと仲直りする。匠と仲直りするためガソリンスタンドでアルバイトを始める夏希。それは少しでも自分の頑張りを匠に見てもらうためでもあった。匠くんはさ、卒業したら地元に残るんだよね。模擬はどうするんだ、卒業したら。私は東京の専門学校へ行くんだ。もう決まってる。そっか。春になったらもう離れ離れだね。じゃあいつものとこへ迎えに行くから。うん、夏希も匠くんとゆっくり話したいから。俺去年の秋からずっと考えてたことがあるんだ。俺の夢ってなんだろうって。冬の間ずっと考え続けていて、やっと気がついたんだ。車をうまく走らせることが俺のたった一つの特技だ。どうせなら自分の好きなことをやりながら生きていきたいだろう。だから決めたんだ。プロのドライバーになる。それも自分の得意分野でなら誰にも負けないような頂点に立つドライバーになりたいんだ。横に座って見ててくれ。俺本気で走るときは横に誰も乗せないから。見せるのはお前が初めてだ。どうしても怖くて我慢できないと思ったら言えよ。うん。
怖かったろ。そんなことないよ。そっか、不思議だよなお前って。池谷先輩と樹は怖がったけど本気出してないの。俺は新しいチームに入っていろんなことを勉強したいんだ。そうすることが自分の夢に少しでも近づく方法だと。お前東京に行きたかったんだ。だったら絶対に行かなきゃダメだって。一時的な感情に流されて自分のやりたいと思ってたことが、弟になって絶対後悔する時が来るんじゃない。Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, 'cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you just freaked out. Keep ready for defeat now. I'm gon' make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. 'Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward.